よーし、スケルトンをあそこに閉じ込めたぞ。なんかね、1.16 からね、こうやってボートに乗った敵ってデスポーンしなくなったみたいだね。いや、もうあそこから50メートル以上離れてると思うんだけど、デスポーンしないんだよ、いつまで経ってもね。これ知らなかったな。そして、弓を持っているので、ここから、あの子に向かって、ここら辺全然遠い。よいしょ。あ、やばい、これ届かないのでは。あ、もう全然こんぐらいだ、こんぐらい。よいしょ。カウントが邪魔で見えづらい。これ、あ、これ結構、あ、やべえ、ボートが、あ、ボートが、ちょっと待って、ボートが。あ、当たった。狙いを定めてがこれで来て、でここでよいしょ、待って、あ、やべ、や、矢が消えた。そんなに時間かけるようなことじゃなかったんだけどな、今回やることね。ちょっと待って、ちょ、まあ、待って。すっごいいろいろ当たってる、ここに。すっごい当たってるけど、ちょ、はい、よいしょ、よいしょ。はい、君はね、君はちょっと待っとっか。一旦こっち上がってこよっか。こっち来て。え、スケさん、こっち来て。スケさん。登ってきて、そう、登ってこっちの方にやってこい。じゃあちょっと待って、こういう時はね、こうするとね、近くに寄ってくるので、はい、オッケー。さあ今度こそ。弓をボートに当てちゃうと、さっきみたいになっちゃうから、ボートに当てずに行こう。今導入シーンなんだけどさ、導入シーンだけどめちゃくちゃ時間かかってる。よいしょ。いや、またやっちゃった、間違っちゃった。ちょっと焦らせるから、君か焦らせるから。全然当たらん。全然、あ、なんかコウモリに当たった。いけ、よし、オッケー。スナイパー対決をこれで達成して、よかった、達成できないまであるなと思ってたけど、よかった、できて。そして弓関係もう一個ね、ここにも準備をしておきました。あの、的を30メートル先から当てるってやつ、これもやっていきましょう。ここね、トラップドアを置いて、上の方から真ん中にこうやって弓矢をね、こういう風にやっておきます。もうたくさんやればやるほど当たる可能性が増えていく的な感じで。ちょっと、あ、掴んじゃった。本格的に邪魔をしないでもらってもいいですかね。こうやってやって、まあ、こういう感じで、ちょっと、もう、別にスピードなんかいらないからね。こうやってやっちゃって、で、こっちの方に移動して、ここのボタンをポチッとすることで、愛的中完成。そうだ、森の洋館に行こう。はい、ということで、今回も地上禁止で全進捗解除クラフトをやっていきたいと思います。太陽光や月光が当たる場所にいると10秒で死んでしまう過酷な世界で、全進捗解除を目指して地下生活をしていきます。今回の目標は、多分見つけるのがめちゃくちゃ大変な森の羊羹を地図を頼りに地下を掘りまくってサクサクっと見つけて、類まれな実況者力でこれまたサクサクっと攻略していきます。果たしてどのような生活になったのか、乞うご期待。あ、動画が面白かったら評価、コメント、チャンネル登録もよろしくね。はい、ということでね、今回もね、地上禁止マインクラフトやっていきたいと思います。弓関係サクサクっと終わらせて、導入サクサクやろうと思ったんだけどね、全然ダメだった。そしてよいしょ、倒しといて、今回はね、森の羊羹を探しに行こうかなと思います。なぜ最初に森の羊羹探しに行くかというとね、進捗こちらをご覧ください。ででん、冒険の時間。これ全ての種類のね、バイオームを発見するってやつなんだけど、めっちゃ大変なんでね、先にね、遠くの方に森の羊羹の方に行って、それでバイオームをいくつか発見しておこう再作戦です。で、ここに見てください。ででーん、森の羊羹の森林探検家の地図、取引できるようにしておきました。てことで、コンパスを作って、森林探検家の地図を交換して、さあ、ででん、ちょっと待って。あ、見てこれ、森の羊羹がどこにあるかわからない。そういうパターンね。あ、これどういうことかというとね、お隅この方に羊羹がある場合、こういうことになります。隅っこにある場合は、このね、マークが出ない的なパターンもある的なやつが今回来ちゃった。うーわ、めんどくさいやつだね。ちょっと待って、そしてね、そうだ、前回この蜂の巣でね、蜂蜜の入りの瓶を作っておきました。あの後いっぱいやってね、蜂蜜ブロックを作りましょう。蜂蜜ピクルトを作って、ここに置きます。そして、よいしょ、ズズズズズズ、ベトベトな状況をやっといて、からの木をつけて、ハニカムを回収して、火を消して、ハニカムをゲットして、銅が大量にあるな、すでに銅ブロックを作って、
って設置してハニカムで錆止めをして、錆止め剥がしをして、はい、もう今日はどんどん実績進捗を解除していくからね。さあここまで切ったということでね、森林探検家の地図をね使ってちょっと行こうかなと思いますが、これ方向がちょっとね分かりづらい。うおー、方向が分かりやすくなる方法があります。どうするかというと、紙を作ります。そしてコンパスを作ります。コンパスの周りに紙を設置して地図を作ります。地図を使うことでね、今向いてる方向がこういう感じで分かるようになるので、私が行きたい方向は向こうですね。向こう側に行きたいということで向こう側に行きましょう。なんだけど、せっかくねこの前横掘りをした時にここを利用したので、こっちだったら多分ね横掘りしたと思うんだよ。ちょっとそっち使ってみようかな。あったあったあった、ほらほら、これこれこれ、これが向こう側つながってるもんで、向こう側に行くことでこの地図のね縦方向の移動になると思うから、あ、すごい、これ結構掘ったんだよね。言うてほら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 、めちゃくちゃ掘ったもんで、あそうは言ってもな気がしてきた。あ、そうは言っても結構こう近いところに行き止まりがあるということで、まずはねこっち方面にぐわーっと掘っていきます。はい、ということで地図のこのやつがここまで来るところまで掘りました。ちょっと勢い余ってここまで行っちゃったね。ここら辺でよかったんだけどねそしたら今度はね左方向、こっち方面に進んでいって、今ねこうやってこっちの方から、今矢印見えてるかな、こっちの方からこうやって進んできたんだけど、今度ねここら辺にいるもんで、ここら辺からこういう風に掘っていくことをしようかなと思うんだけど、その前にだね、ちょっと今から戻るんだけども、ここら辺だっけな、この辺でね、この辺でですね、ラマの声が聞こえたんだよね。ラマの、あ、もうちょい奥だ、あ、いた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 、ほら見て、あそこ、あ、待って、地上禁止だった、あ横掘りしすぎてこの企画が地上禁止だということを忘れていた。今私普通に上に登ってったね。危な、もうちょいこっちだ。こっちの方にラマがいて、ラマというか行商人がいたんだよね。ここだ、ここ聞こえる、聞こえない、あ、聞こえた聞こえた、そう、行商人がいるから、行商人のラマをね捕まえることにより、ラマとお友達になるのが達成できるか、ちょっとそれをねやっていこうかなと思います。よいしょ、さあ、ここ絶対ここだしょ、ここだしょ、ここだしょ、あれ、まだか、まだなのか、いいっす、ダブルって、お、いやおや、あ、いた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 、ここにいる、よいしょ、3秒しかない、あと3秒しかないから、よいしょよいしょよいしょ、オッケー、こっちの方にこっちの方にこっちの方に流されて流されていって、もうなんならもうね、君、あ、ちょ、私何、空気ないの、空気なかった、ここ、あー危ね、ボートを使うか、ボート。一度こっちの方に流されていってくれれば、あとは、ビヨーって、あとね、ずっと流されていってくれると思うんだけど、よいしょ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 。こうして、ここからどうすれば、こっちの方に来るんだ、この子たちは。あ、来たか？来たかな？ラマは流され始めている。この子、ワンチャン、窒息でお亡くなりになっちゃう。あ、こっち来たか？こっち来たか？あ、来た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 ！多分来てる。よいしょ、OK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 。あ、登ってる、登ってる。下に下がって。よいしょ、こうして、あー難しい、ここからが難しい、どうすりゃいいんだ、一度下に下がってほしい、頭、よし、お、来たんじゃない、来たんじゃない、これこう、うん、これでさらに、あ、オッケーオッケー、こっち来た、こっち来た、よしよしよし、ナイス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 、あとはこっちの方に連れてってきてくれるところで、ちょあ、よしよし、オッケーオッケー、来た来た来た、ふー、よかった、来てくれた。さあ、あとはもうね、戻っていくことはできないはずだから、じゃこの辺をサクサクっと掘りまくっちゃって、この子必要ないもんで、どうしようかな、どうすれば一番いい、下掘るか、下を掘っていって、よいしょ、でここに水を垂らすと同時に埋めるポンポン、あ、来たんじゃない、こうすることにより、まあ、ちょっとね時間待つと、なぜだか死ぬ、窒息でちょっとお亡くなりになる的な感じになると思うから、それを待ちつつボートを作って、あ、ほら、なぜかダメージを受けている、行商人がなぜかダメージを受けている、助けないと、あ、やばいやばい、行商人が死んじゃう、助けない、あー、ボートをここに設置して、よし、 OK、 やー、でこれによりこんな感じでラマを手なずけることができるようになるので、あとは乗るだけ。はい、私ぐらいの実況者力、まあ、一発目は絶対乗れないのでね、私ぐらいの実況者力があれば、2発目、まあ、実質一発目で手なずけることができないけども、この子別の子じゃない、この子右の子だ、この子はまだ一発目だからちょっと見づらい、左の子、はい、3発目で、私ぐらいの実況者力があれば3発目 10%、 はい、4発目、15%、 はい、5発目 20% の確率でサクサクと手な
名付けることができます。はい、25% の確率でサク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 って名付けることができます。まあ私ぐらいの実況普通。さあこれでまあ後でねまた繁殖はさせていきましょう。でそれとねちょっとね横掘りしすぎてね疲れました。若干ちょっと飽きてきたので横掘りがね、まあ飽きること実際ないんだけど飽きてきたという体でね釣竿を作りました。釣竿を作ったのでねちょっとサクサクっと釣りをここの行き止まりでいいかな、行き止まりにね釣り針を作ってねそこへちょっと釣りをしていこうかなと思います。よいしょ、釣りはどこでもすることができるのでね。さあ私ぐらいの実況者力があれば、あ、いや、あ、実況者力あろうがなかろうがこれお宝釣れないですね。1マスしかないんで今のバージョンは1マスだとお宝釣れないんだけど、フグを釣っていこうかなと思います。初めての釣りでフグを釣る男、まあ見ててくださいよ。私ぐらいの実況者よくあれば初めての釣りでもなんとなんとなんとフグを釣り上げることが全然食いつかない。そーい、なまったら。ということでお次は、こっちの方、こっちの方に、たくさん掘っていきます。はーい、ということで地図の端っこまで掘ってきました。こんだけね今ここグワーンと出てきてるので、まあ多分この辺にいるんじゃないかなと。まだね向きがこうやって変わんないから、向きが変わるところまではこの地図の中には入ってないけどね、そのめちゃくちゃ近くまで来てると思います。そして見てくださいこちら、ででんなんだっけこれ、ハンモするやつ、ウパルーパがいるバイオーム、ここに繋がっていました。ちなみにここでなんで止まってるかというとね、この先がねほら見てほらめちゃくちゃ危険なゾーンになってたのでね、ここへ止まってあるんだけども、ちなみにねもうちょい前でもね結構ねいくつかね反応したバイオームね突き抜けてきました。他にもねジャングルがあったりだとか、何があったっけなまあいろんなねバイオームちょいちょいね突き抜けてきて、ほら見て冒険の時間20バイオームすでにね見つけてます。結構すごいよね。なんだけど今回の目標はねこの森林探検家、どっち行こうかな、こっちこうやって回っていくか、こっちにこうやって回っていくかなんだけども、上から行こうかな、こっちからこうやって回っていこうかなと思います。ってことで、ここが戦力岩と花崗岩に挟まれていていい感じなので、ここら辺から横の方に行きましょう。ということでもう今日掘ってばっかなんだけど、またもや掘っていきます。あ、ちなみにねこのダイヤモンドツルハシ幸運さん修繕小石強化5ということで修繕がついています。修繕がついているのでね、途中のこういう銅鉱石全部掘っていて、銅鉱石を精錬してその経験値を使って修繕をする的な、そういう感じのことをしてね、なんとかなってます結構な量銅鉱石が集まってるんでね、ちょっと最後に見てもらいたい、みんなにこんなに掘ったんですかっていう風になると思うからね。ということで掘ります。はーい、ということで森の洋館を発見しました。ここにありました。下から回っていかなくてよかったさあ今森の洋館のすぐ目の前まで来てるんだけども、雷が鳴っています。ちょっと先に寝ましょう。この後森の洋館攻略しに行くけども、万が一ね死んだ時のために寝ておきましょう。ってことでおやすみなさい。おはようございます。で森の洋館がどこにあるかというと、ででん、もう目の前にございます。こちらに森の洋館があるのでね、これを攻略していこうかなと思います。で今寝たからね10秒丸々残ってますね。地下から行った方がでも楽しいかな。地下から行きましょう。奥のドアを準備しておきました。今までね掘っていく時にねよーくこうやってね水の中来ました。水があったらこうやってねドアを置いてね、水がダバーしないようにしていく作戦をやるために常にドアを持っておくという、そういう作戦をやっておきました。ということでね、じゃあ森の洋館を攻略しに行きます。松明を持って、じゃあいざ森の洋館。森の洋館の攻略の仕方なんだけども、嘘でしょ、そんな突然、よいしょ、落とせ、どうせだったら落としてしまえ、よいしょ、待って、死んじゃう、よいしょ、さあ、落ちてないっぽいけども、待って、死んじゃう、おーっと、落ちてないよ、本当に、実は落ちてない。はい、こんな感じでドアをね置くことで空気を吸える、そして掘るときもねこうやってサクッと掘れるという、そういう大作戦をやりたかったです。やりましたということで上の方上がっていきましょう。森の洋館、いざ森の洋館、もうどこからでもいい、正面から突破する必要はない、とにかく森の洋館に入れば OK です。ということで、ででんででん、あ、暗いですね。さあ暗いところから入ってまいりました。なかなかこんなところから来る森の洋館攻める人いないと思うけど、私はここから攻めていった。そしてどこ行った、さっきの子、なんで気づかないの、あの子。そして私結構食らってる。パンをいただきます。あ、おいしい。サクサク攻略しよう、サクサクね。はいはい、
言うてダイヤモンド装備だし、ダイヤモンド攻撃なんでダイヤモンド剣なんでね、よいしょ、3発で殴れて、あーちょっぱちょっぱって、この子がね意外とね強いんだよね、ハードだとね意外と強いから、あんまりゴリ押ししすぎない程度に、あ捕まってる捕まってる子は無視していきましょう。あーここもこんなんなんだ、なかなか珍しいね、こうやって2個もあるなんてね。ここでねいつパッてパッてちょパッてちょパッてちょピッセイセイ、よいしょよいしょ、え本当に強い、えい怖すぎてやばいな、こんな食らうっけこの子もっと装備ちゃんと作ってきた方がよかったかな、ちょっと強すぎてびっくりした、うわ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 、どっちか来るどっちか来る、防具せえって話だけどね、ガードガードせえって話だけど、あしょっぱい、さあここになんとなんとこんなところにエンチャントされた金リンゴがベベン、あでもカボチャの種だ、カボチャの種初めてじゃん多分、やったカボチャの種は美味しいですね。さあ今回はとりあえず不死のトーテムが手に入ればそれで OK なんだよね、不死のトーテムだけがもう目当てと言っても過言ではない。ここってなんだ、ここって中になんか宝箱入ってたりとかするのかな、ちょっとあんまり森の洋館そこまで詳しくないんだけどね。ここはここにあるスイカも手に入った嬉しい、さからのレコード13 ビートルートも持ってないからね、あ名札も美味しいです、嬉しいです。13というのはね、なんで私今笑ったかというとね、呪いのやつでね、ビーンボーン、ダイヤモンドのチェストプレートちょうど今持ってないやつだ、やった嬉しい、わダイヤモンドフル装備になった、金がねあのなくなっちゃうのはちょっとあれだけども、まあまあまあいいでしょう、ここはまた後で回収しに来ようかな。さあ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 、なんかさあれだよね、バージョン 1.18 になったらさ湧き潰しがめちゃくちゃ楽になったからさ、結構簡単になった気がする、森の羊羹の湧き潰し、ちょこっとこうやって松明置いとけばさ湧き潰し完成するからね。あじゃがいもか、あじゃがいもじゃねこれ、やったじゃがいもだ、うわっじゃがいもじゃなかったそもそもはあ死ぬ体力が攻撃力が高すぎる、こんなに高いか攻撃力、うわ続々とした、今ダイヤフルよ、今ダイヤフルなのに2発で死ねるのでは、もしかして意外とね攻撃力高いんだよね、インディケーターっていう子がね。さあどうもこの感じ、ここに隠し扉があるっぽい、隠し部屋がここにあるっぽいのでちょっと開きましょう、わーいででんででんででん、あやばいあやばい、あやべ、あーはい、なんちゅうことをしとるんじゃ、大変なことになっている、すごい金フルだった今、金フル、さからの隠しチェストかエンチャンされた金、てかさ今回の目標そもそもが不死のトーテムが欲しいのに、一回こんなにたくさん探検してどうするんだって話だよね。さっさとさっさと2回行きましょう、2階に不死のトーテムが出てくるのでね、よいしょ、不死のトーテムが出てくるというかイリュージョナが出てくるのでね、イリュージョナを倒さないといけないので、はい痛いっす、すごく痛いっす、これさ私さダメージいっぱい食らったの、もしかしてジャンプしてるからかな、ジャンプするとさあのジャンプ攻撃になるからさ、ジャンプ攻撃するそのクリティカル判定ってさ、私がジャンプしてる最中に攻撃食らうとクリティカルになるとかそんなのあったけど、さあいたぞ、あの子をサクサク倒さないといけない、いきます、どこ行った、うわっうわー、これはまずい、これはまずいぞ、サクサク倒すつもりが全然サクサクのサの字もできなかった、よいしょ一旦こっち来て、うっうわっうわっ、やばい、普通にやばい、普通にやばい、ここにもいる、バッツァッフォッファッファッファッ、死ぬ死ぬ普通に死ぬ、これあよいしょよいしょ、うわっ、あ待って、死んじゃう、私が死んじゃう、いやファッフォッフォッ、不死のトーテムまだ持ってないの私、だから死んじゃダメなの、あ死ぬかと思った本当に、あいいねこれ、ここからチクチク攻撃するのはいいですな、エンダーマンとの戦いもこうやってねチクチクやるんだけども、これが効きますな、イリュージョナーもね、イリュージョナーじゃないビンディケーターもね、はあしっかりこれ持っとかんとかな、つかん一匹ずつおびき寄せよう、はいはいはいっと、こうよこう、これが一番だよこれがね、これねイリュージョナーにやろうとしてもね意味ないからね、イリュージョナー魔法行為してくるからね、だからこれが効くのはビンディケーターだけっていう、よいしょ、ビンディケーターで大丈夫かな、エボカじゃないよねこれ、うーべいせいせいうーせい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 、死んでまうがな、だこれはひょっとしてやばいのではなかろうか、これアイテム回収できるかな、2階に一直線で行ってクリーパーがいないことを祈るしかないんだよね、さあ大丈夫かな、それなりに湧き潰しはしたから多分大丈夫だと思うんだけどね、そこまで大変な作業ではないはず、いらーん、さあさあさあここから2階に上がって、そして右かな、右の方に行って、ですぐそこで死んでるはず、すぐそこ、
あ、痛い痛い痛い。うぅぅ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 死ぬ。え、はっ、ご飯がねえぞ。待って待って、ご飯がないんだけど。この状況でご飯がないの？あ、なるほどね。一旦これね、いい方法があります。逃げましょう。よいしょ、一旦逃げましょう。一旦逃げて体勢を整える。あの、ここでトライデント持ちの子が来たらやばいけども、あと空気がないので気をつけましょう。さあ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 さ、空気を行き過ぎちゃうと今度死ぬからね、またね。え、やばいな普通に。え、ちょっと、うー、空気がなくなって即死ねるからやばいな。そして5分しか時間はないもんで、それもやばい。普通にこれまずいぞ。どっち方面から来たんだっけ私え、こういう時はね、安全に行きましょう。安全にドアを作っておいて、さあ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 、あったあった、ドアがここにある。ドアがここにあるということは、あそこら辺にあるはず。あそこら辺にあるから、待って、これやばい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 、あぶねえさあ、ここで、ここで一旦ここまで帰ってきて死にましょう。この中にとりあえずアイテムをたくさん入れておいて、で、アイテムをここに捨てておきます。ここに捨てておいて、これで上に上がっていく。こうすることで7秒で死ぬことができるのでねあ、逆にこの死ぬのが楽っていうのは素敵ですね。さようなら。で、リスポーンします。アイテムこうやって出てきます。これこうやってやって、こうやってこうやってやります。で、多分5分経ってないはず。まだ3、4分しか経ってないはずだからね、即行こう、即、急げ急げ。さあ、ということで2階までやってきました。夜などで敵が湧きづらくなっているはず。さあ、この辺で死んだから、私はこの辺にアイテムを落としている。どうだ、あるあるある、オッケーオッケーオッケー、ある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 。これで頭も回収して装備して、で、不死のトテムが2個回収できたかな。よし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 、これはかなり強いのでは。アイテム置きすぎちゃって困ってる今、逆に置きすぎちゃったからの、ここにイリュージョナーがいるので、よいしょよいしょよいしょ、オッケー。3個目、あそこに4匹目がいる。キキなのか。ペチ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 、強いのよ地味に。ペチ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 ペペペロンチーノチーノ。あと1匹あそこにいるから、あの子だけでも倒したい。はい、オッケー、この子だけ倒して帰る私はもう。はいはいはい、よいしょよいしょ、オッケー。さあ、こんなとこにいてられっか、私はもう帰るぞ。あー、結構厳しい戦いだったけど、なんとか不死のトテムが4個手に入ったからね、これはいいでしょう。十分十分、帰ろ帰ろう。あ、そうだ、今回帰るついでにね、ウェザーでね、帰って悪空間なんとか、あれをね、達成していこうかなと思います。ということで、必要なアイテムだけ持って帰ろう。いらんアイテムはもうここに置いてって、まあ、こんなもんでいいかな。こんなもんで、黒曜石10個ね、持ってきてありました。なのでこれを使いましょう。ここら辺をサクサクっと掘って、ここに黒曜石を設置して、着火してネザーに向かいます。パンを食べます。あー、美味しい。さあ、どんなとこに出てくるかな。あ、同じような場所だな。同じような場所に出てきたね。そしたら F3 を押して、一番最初にポータルを作った方向に向かって掘っていきます。めちゃくちゃ時間がかかると思うので、カット。え、ちょっと待って、ネザー要塞がある。あ、カット。はい、ということでね、ポータルまでつなげました。もうアイテム持てないからいっぱい倍置いてある。さあ、それじゃあね、進捗の、こちら、悪空間バブル、ネザーを利用して7キロ先のオーバーワールドへ移動する。これがね、多分達成できるんじゃないかなと思うのでね、達成していきましょう。悪空間バブル、進捗の、あれ、あれあれあれ、あれ、悪空間、あ、あれ、悪空間バブル、あ、達成できないんかい。